います。はい、音楽はですね、アタサさんという、ね、スタール奏者といいましょうかですね、方の曲で、静寂と、島牟から海へというですね、曲をお送りいたしました。先の方がね、島牟から海へ、ね、後の方が、静寂だったんですけどね。はい、ということで、放送行ってみたいと思います。今日はですね、まあ再診療所にね、この前みゆさんが行ってくれましてですね、そこを撮っていいよっていう話があって、その診療してる風景をですね、撮っていただいたものがあるんですね。それをちょっとお送りしたいと思います。はい、ちょっとね、あんまり編集ちゃんとできてないんで、そのままお送りしますんで、まあちょっとどうなるかわかんないんですけどね、そのままやっちゃおうということで、ちょっとやってみたいと思います。それではちょっと行ってみたいと思います。はい、電話でのお話。はいはい、覚えてるんですよ。はいはい、ちょっと子供のその学校先生とかから、結構今の状況がよろしくないみたいな、そういうような言われ方をされて、それで結局その前までは、自分がその子供の立場に立って、嫌だっていうことをこう理解してればいいんだみたいなふうに思ってたん で、はいはい、でそれを結局学校の先生とか、あまり話が結局かみ合わないっていうか、でやっぱり先生は先生で、学校の先生っていう立場が終わりなので、それでやっぱりこう学校に来てないっていうのはよろしくないっていうような言い方をやっぱりするしかないから、そういうふうに言ってるのかななんていうふうに思ってたんですね。だけどそういう話が毎日のように電話がかかってきたりとか、家に来て、本人と話をして、結局本人は先生が来れば、先生の話は、はい、分かりましたっていうふうにしかなくて、でやっぱり子供なので、その先生に何かを言われたら自分の気持ちをそんな素直に言えるような状況でもなくて、っていうのは私の中では思ってたんですけど、やっぱりその家、先生がいない時間というか時は、結局嫌だと、その自己主張をできるのに、先生とか周りの他の人とかいると自分をこう本当の自分っていうのを出してないというか、どっちが本当なのかな、本当なのかなっていうか、だから私の中では本人が頑張りすぎてるからこういう状況になってるのかなっていうふうに思うんですけど、それは私のこう考えっていうか、本人から直接聞いたわけじゃなくて、私がこう作ってる考えの中で、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていうふうに思ってることなんで、それを確かめたとしても、本人はこの言葉を知らないまだ子供なので、自分の気持ちをどういうふうに説明したらいいかわからないっていう感じなのを、まあ、私が全部こう全てフォローしようっていうのも無理があるのかなって。で私が、まあ、できること、母親っていう立場でできることとか、そういうのをその蔡先生に電話する前は結構アップアップしてたっていうか、この社会生活っていうか、ね、現実の生活の中で、大事なものを見てなかったのかなっていうふうに思いまして、なるほど、はい、まああれから結構急激にこう自分の意識をこう先生にこう言われたことで、はって、
感じたので、うん、ですぐ自由に生きるっていう子供の本を、うんうん、テンガの本をやっぱりすぐ注文して、うん、次の日には結構読んで、うん、ああそうなんだなんて思いながら見てたんですけど、うん、だから私の中の問題っていうのがどんどんこう出て、あれをきっかけに出てきたので、うん、それを自分で、まあ、掘り下げてっていう状態なので、そうですね、そんな、なるほど、いいかなって思いますけどね。ここでお勧めしてるのは、いかに子供といえどもね、どうこうはできないんですけど、元気ってやっぱ伝わるのかなと思うんですね。で自分自身が元気であれば自然とこう周りも元気になるという。でここでやってるのは実際この空気とか場を元気な空気って変えてあげて、ちょっと暑いからまだ開けましょう。元気な空気って聞きます。元気つけると、で元気な空間をまず作って、でそこにいるだけで元気になるような感じっていうのがいいかなと。で不思議なことにこう植物も元気なんですよね。まあ、植物というのは、まあ、見える形でメッセージを伝えてくれてるのかな。本当に気をつけてた。大丈夫だよ。気をつけてた。グッドタイミングで。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、自分の元気さはまあ伝わるのでね、まず自分が元気になるっていうのをサポートができるのかなとね。あとは思ったものがやっぱ現れてくるのでね、本当に自然の仕組みというかね、子供もまあ自然によって育つもので、自分自身も自然の中で育っているので、自然の力というかそれを、認めていけるかというね、ことで、一番はやっぱりそのご自身が元気になって、でご自身が自分でパーフェクトなんだとパーフェクトなんだとね自分も自然の一部でね、パーフェクトなんだと思ってもらうと、自然と自分をパーフェクトに認められれば子供も信じられますので、子供も信じれば信じた通りに本来の伸び伸びと出せるところが出せていくので、子供を信じてくださいっていうのは最初から難しいと思うんですけど、もっと難しいのは自分を信じるのって結構難しいかなと思うんですけど、やっぱり自分を信じた分多分子供を信じることってできると思うので、まず自分の治癒力、ここでは診療所があるので、ね、自分の治癒力って表現しますけどね、自分の治癒力っていうのをまあ信じてもらえる、まあ、自分の治癒力とか自然の力とかね、こんなのを信じてもらえるいいのかなと思います。まあ基本的なことって言ったらそこなんですよね。はいはい、でだけどその要するに私もまあいろいろ自分を見るっていう、自分の中をこう見ていって、それを要するに掘り下げていって、でそこから自分の中、自分を癒すっていうことからやっていってるんで、まあすごく時間はかかるんですよ。なのですけど、そうですね。結局自分の中で聞く答え、その答え探
かし自分よりこう生きていくしかないのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりその考えなきゃダメだっていうようなその、ま、自分ではそう思ってなくても、その社会的に考えなきゃダメでしょとか、その問題に対して取り組まなきゃダメでしょみたいな、そういう周りからのそういう何て言うんですか、圧力っていうか、ね、あのそういうエネルギーっていうか、そういう力がこう働くと自分もどうしていいかわからないっていう、そこがちょっとやっぱりうまくすぐにはここでね、あの提案させてもらってる、ここ の, あの水とか空気っていうのは、その飯島さんでテネモスの方でサポートしていただいてる水と空気なんですけれども、これを日常で使いながら一つ過ごされると、少しずつこう常識が壊れていくんですね。それで自分でもそれを実践していると、その周りからこう常識に従いなさいと、こう社会通念に従いなさいと、ね、こう 理論だとか理屈だとかにこうどうしても聞くだけ聞くと惑わされちゃうんですけども、それ以上に自分がこう常識を壊す方向で発信していけば、それはそのそれに巻き込まれないでね、過ごしていけるかなと思って、ここではそういう方法を提案させてもらってるんですね。それで、一番簡単なのは、ここで薬で薬剤量って書いてるんですけれども、そこの、まあ、薬の中でも、まあ、漢方の中に入るんですけれども、このアグアっていう酵素水ですね。それをまず、今の形ですと、日常に取り入れてもらうと、発見があるのかなって思って、でおすすめさせてもらいますね。うん、それで、何が面白いかっていうと、漢方ってまあ普通に考えると飲むだけじゃないですか。飲むと、体にいいかなっていう。でもちろんその酵素水っていうか、その水をですね、口から飲んでもらってもいいんだけど、日常のいろんな場面に使ってもらうといいんですよ。例えばこの水っていうのは、水と思わないでエネルギーを入れる手段だと思ってます。元気にする手段で、エネルギーっていうのは全てのものをこうまとめてくるというかね、長持ちさせるというか、維持していく力でもあるんですね。なので日常のいろんな場面に、例えば服を着るときに、洗濯するときにその水をちょっと使うとか、あとスプレーで持ち歩いて、なんかこう重たいなっていうときシュッ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 ってスプレーするとか、これからの時期静電気とか気になるので、そういうふうにシュッ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 って静電気してもらうとか、何にでも使えるんですね。それで今までそういう視点でね、もう物は物っていう視点で見て、どうしても日常来ると見えてきちゃうんですけれども、そういうふうにエネルギーを充電するっていう視点で日常来ると、だんだん物が物として見えなくなってくるんですね。これは何ですかっていうと、普通パッと思うとペンだと思いますよね。でこれ見ると黒いペンだっていうふうに思うんですけれども、エネルギーとして見るとペンっていう、こう形でもないんですよね。これはこれにしか過ぎないものなんですね。これはこれで、これはペンだっていうのも常識の範囲内だし、後からつけられた知識なんですよね。学校で学んできた知識で、我々はどうしても学校で学んできた知識で物事を見たり判断したり考えるんですけれども、それをそのエネルギーという視点でもう一度見直すことで、物とか形とか、その今まで学校から習ってきた名前ですよね、いわゆる名前っていうものから離れていけるんですよ、言葉っていうものが。それでよく体で言うと、なんとか病ってこう、病名って名前がつくじゃないですか。名前がつくとそれが固定化されて、そういうものだってい う固定観念ができちゃうので、そういうものをこう1枚ずつこう剥がしていく、その作業として、そのここで言う漢方、ここで言う水っていうものを、その一つのツールとして使ってもらうといいのかなと思います。もちろん飲んでも元気になるので、こう
口から飲んでもらって、それで、なんか体がリラックスできるなとか、体がリラックスできると、視野もこう広がるんですよね。だから体がリラックスすると、普段よりも広いような、広い見方ができるっていうのはもちろんあるし、そうじゃなくて日常生活で、例えばお掃除するとき、ここで提案してるのは、汚れって何でしょうかって提案してるんですね。でよく服を洗濯機にかけて汚れを落とすとかね、テーブルを拭いて汚れを落とすとかね、汚れって何でしょうか、血管の汚れとか、いろんな汚れがありますよね。汚れっていうのは実はここではエネルギー不足です、ね、酸素不足って言ってるんですよ。エネルギーが入りさえすれば自然と汚れがなくなりはしないんですよ。なくならない。エネルギーとしてはそこにあるんですけれども、目に見えない別な形に変換していく、変わっていく。結果として汚れが消えて見える、汚れがなくなっていくというふうに、考えていくわけですね。要するにそれも意識が、そうです、意識とも関係しています。そう、自分の常識、その自分の今まで持ってた常識の、そう書き換えみたいな、そう、ここでそう提案しているのは常識の書き換えなんですよ。全部今まで持ってた常識、言葉だとか学校で習ったものとか、そういう常識を一旦全部リセットして別な形で書き換えたりする。で、別な形っていうのも教えられた形ではなくて、自分が体験した形、見たまま、そのまま、それでそれを書き換えてあげるっていうのを提案させてもらってるんですね。だいぶ入っちゃうんじゃないですか。なのでいろんなものを使いながらね、常識を書き換えてもらうと、また新たな、エネルギーが湧いてくるから、つまり常識っていうことによってこう遮られてた枠からこう離れていくと、その分こうエネルギーが入ってくる。なので本当に日常のいろんな場面で実践を通して、本当に汚れってやっていくと、エネルギーを入れるだけで汚れが取れるようになってくるんですよね。だからお掃除とかね、日常の洗濯とかね、食器洗いとかね、料理作りとかね、そんな日常のこまごまとしたところからエネルギーの目線で全部置き換えてもらう、その今まで持ってたものを全部一旦手放して、ね、手放さなくても保留にしといてね。手放すっていうと、どうしても手放すって意識が先立っちゃうんで、手放そうって思うこと自体がそれにとらわれてることなので、手放すっていうよりもそれを保留にしておいて、一旦自分の常識は保留って言っておいて、でまた新たなこう目線で過ごしてもらうと、またなんかこうスイッチが入っていくんじゃないかなって思います。じゃあ結局、そうすると、今までそういう何か問題とされるような出来事を周りの人に何か伝えようとか理解してもらおうとか、こう一生懸命自分も働きかけるじゃないですか。そういうことも要するにその必要なくなるっていう、もしかしたらそうなるかもしれないし、もしかしたら人によって違うかもしれないし、その人にとって必要な情報、必要な情報を必要な時にあげるっていうふうに変わるかもしれないです。そうですね。反抗しちゃダメとか、情報を伝え、周りの人といろいろあれこれしちゃダメということでもなくって、受けるところは受けて、自分でこれは受け入れないでいいかなっていうところは受け入れないで、で自分のペースでというかね、過ごしていけるといいのかなと思います。本当に常識を書き換えていく、自分まで学校っていうのはこういうものだとか、言われた言葉っていうのはこういう言葉だとか、そういうのを全部書き換えていくんですよね。そうするともしかしたら学校の先生からお前ダメだって言われるのを褒め言葉で聞こえるかもしれないじゃないですか。お前ダメだって言われてて、俺ダメなんだと思ってたのが、お前ダメだって言われれば、言われた、これだって褒め言葉だってどんどんプラスになっていくかもしれないじゃないですか。常識を少しずつこう書き換える、書き換えるっていう言い方もあれで、常識をこう解いていくと自然とこう
書き換えるというとなんとなく新しい常識をっていう感じですけど、はいはい、常識を一旦こう剥がしていくという、玉ねぎの皮みたいに常識を抜いていくと、はい、そのなんか本来の自分形のままというか自然体っていうのがね、うん、現れてくるのかな、でそこに自然治癒力とかこう回復する、うん、実は自然の仕組み元に戻ろうっていう本来の自然の仕組みっていうのがそこにあるんじゃないかっていうふうに考えてる、その人の本来の良さとかね、うん、自分が本来やりたいのはこういうことだって気づくかもしれないじゃないですか、押さえつけてたけれども、うん、自分の本当にやりたいのはこういうことだって、うん、で周りからいろんな常識でできなかったんだけど、うん、やってみようと思ってやるかもしれない、うん、でも、だんだんそういうのは分かってきますよね、そのなんか何かをこう先生とかから教えてもらわなくても、うん、なんか自分の中から湧き出てくるものをこう一つ一つこう確認していくと、なんかそういう方向に行きますね。ここでお伝えしてることは、はい、人から教えてもらうことで実は何一つないっていうことなんですよね。このいわゆる診療という場面でも、はい、僕もお伝えしてるって教えてるっていうよりは、まあ、情報をシェアしてるっていう形だという思いなんですけれども、実は教えてもらうっていうのは、人から教えてもらったり、教科書とかから教えてもらうことって何もなくて、あるとすれば自分自身から、自然から教えてもらうってそれだけなのかな。わかりますね、うん、分かりますよね、言って大きくなることがなんか本当に、うん、まあ、本を全部隅から隅まで読んだわけじゃないんですけど、読んだっていうのもその今話を伺うこう流れの中で、うん、こう全部なんかこう腑に落ちるっていうか、まあその最初に自分がこう入れといた、うん、その知識っていうか、そこにこう全部こうフォローされてるような先生の言うことが、うん、はい、こんな感じで、はい、見えてくる感じなんですよね。あとはここで提案してるのは、やっぱまあ診療所でね、漢方内科という形で漢方っていうものは使うんですけど、もの、はいはい、として提案してるというよりは、それを通してその自然を見ていくというかね、はい、考え方をこう少しずつ自然から学んでいくと、そのツールとして、もう一つは常識をこうほぐしていくような、常識に揺さぶりをかけるツールとしてご紹介してますので、よかったら、ね、使ってもらっていいのかな。その漢方そうですね、形としては漢方っていう形で提供させてもらってますね、うんうん、その調合とかは先生がされてる、そうですね、このテネモスの方で、はい、製造から、はい、うん、その中身まで、はい、サポートしてもらって、じゃあそれはもう例えば、まあ、私にこう処方っていう形でいただくとするじゃないですか、例えば子供とか、まあ、家族とか、そうですね、もちろん誰にでもどんな形でも、でもちろんその途中で実際使ってみたらこうだったっていう話があれば、それはもうちょっと飲む回数増やしてくださいとか、もうちょっとこうして飲んでくださいとか、こういう場面で使ってみてはっていう提案はもちろんさせていただくんですけれども、原則誰にでもどこにでも使えるものですね、だから形からすると何にでも使えるし、どんな年齢とか病名とか関係なく使えるもの、はい、要するに、まあ、ここの、その、ここの蔡先生の方針って言ったら変ですけど、うん、その、まあ、元気に、そうそう、元気になるっていうツールの一つ、ツールの一つで、自然から学んでいく、で常識をこう変えていくっていうツールの一つですね、うん、常識から学ぶから自然から学ぶっていうことですね、うんうん、そういう思いでこう使っていただけるといいのかな、あ、そうですね、まあ大体、はい、分かりましたか、はい、概要としては、はい、物自体は、はい、
一般の方に勧めさせていただいているのは、はい、このアドアってやつなんですね、はい、テネモスのアドアっていうもので、はい、これはテネモスの方からインターネットでも買えるものですけれども、はい、こちらの方を本来いろんな日常生活で使えるんですけれども、この診療所としては口に入れても安全なものですので、それを少し薄めてね、うん、飲んでくださいということでお伝えします。これは原液で、そうですね、これは原液で、はい、これを薄めて飲むっていう形になりますね。ああ、そうなんですか。うん、で本当にこれを体に入れるだけじゃなくって、うん、おすすめやっぱりお風呂ですね、うん、お風呂にこうキャップ一杯入れてもらう。で、水っていうのは浄化 の雨が降った後とか台風来た後とかってスラスラしいですよね。それと同じ水とかこう台風ってこうエネルギーをこう浄化のエネルギーというか、浄化というよりエネルギー充電なんですね。エネルギー充電することでその余分なものが洗い流されたりで変わっていったりする。でシャワーとかお風呂とかでもキャップ一杯入れてもらう。あとお風呂と、あとはおすすめは空気を変えてあげることなんですよね。空気っていうのは全部元ですからね、はいはい、なので空間ですよね、はいはい、で空間を変えてあげるっていうので、うん、ここでは空気活性器、はい、いろいろな空気活性器とか日常できる空気活性器をご紹介してますけど、はい、これでできる方法とすれば、うん、あの家にある加湿器あるじゃないですか、ね、加湿器にキャップ一杯入れるとかね、そういう使い方ですね。そうすると空気も変わってくれるし、まあ思いとしては変えるとか変えようというのではなくて、エネルギー充電してみようという思いでね、これでエネルギー充電する、お風呂もこれで充電する。でいろんな場面、洗い物とかね、そのお掃除とかね、あと洗濯とかね、洗濯の柔軟剤とか洗剤の代わりに使ってもいいんですよね。であとは植物とかね、使ってもらう。で日常生活でそのエネルギー充電するという意識がだんだんこう定着してくる と物がいらなくなってくるんですよ。でこれを卒業するためまでのツールだと思ってください。だからこれを使ってエネルギー充電、物として見ないよと、エネルギーとして見ていくよという目線ですね。で、自分がいい思いを出せば、いいものが返ってくると。で、その思いで使ってもらうと、実際その物がだんだんいらなくなってきますね。やってあげるから待ってる。そういう感じで使ってもらってもいいのかな。あと、はい、うちのちょっと子供たちが、はい、アレルギーが、はいはい、若干ありまして、うん、で息子の方は、はい、結構その動物 の、うんうん、アレルギーで、はい、ペットの毛だか毛だかちょっと分かんないんですけど、そういうのもありますし、うん、ハウスダストとか、あと食べ物にもアレルギーがあったりとかして、で先日ちょっと気管支とかの喘息とかのやっぱりお子さんはちょっと家庭にもしかしたら問題があるのかもしれないなんてことをおっしゃってたので、その辺の話もちょっとよければ。原則としてはやっぱり一人一人こうメッセージがあって出てるものなので、できればその本人自身が気づく時を待って、本人自身で変わっていくっていうのを少し待つっていうね、そのこちらから何かするとか変えようっていうのではなくて、そこまで待ってみるっていうのも一つありかなと思います。であと自分にできるとしたら、さっき言った元気になることです。自分自身が元気になればそれが自然と伝わっていきますので、それでそれが自然と伝わって変わっていく部分があるのかなと思います。じゃあいい環境を
子供に作ろうとかそういうのをあえて別にしなくても、うん、あの自分の場合したければしようかなって、そうそう、したければするっていうね、はいはい、ただあの自然なものを選んでいくっていうことは、うん、まあ、ある意味大切なことであるんですけれども、ね、だからそこも自分の感覚が変わればですね、はい、自分が、はい、あ、自然なものが自分が食べたいと思えば、子供にも自然とそれが食べ物としていくので、自分のそのどこにくっつくかっていうのが変われば、自然とそこも変わる。そこもやっぱり書き換え自分自身のね、そういうことなんですよね、うん、あー、なるほど、うん、あの面白い話、体が変わっていくとタバコとか合わなくなるんです、吸えなくなっちゃう。だからタバコやめてください、やめてくださいって、僕にあの禁煙外来とかでやめさせるようにっていうふうに昔ね言われて、指導とかしてくださいって言われたんだけど、ある意味それも大切なんだけど、タバコってこう体に対してやっぱエネルギーを奪っていっちゃうから、少し気をつけましょうとかね、重要なんだけれども、それ以上に自分の意識が変わって体が変わればタバコが合わなくなって自然とやめれるんですよ。それはすごくわかります。やっぱり妊娠とか、うん、そのきっかけで、はい、そういう、もう自分もそうですけど、周りで吸ってる人とかのところに乗れないっていうか、うん、近づかなくなる。そうですね。で、やっぱりこうすれ違った人とかが、うん、ちょっとこう洋服とかにも結構匂いってつくじゃないですか。で、それをちょっと匂いが漂っただけで、ああ気持ち悪いみたいな風に思ったりとか、うんうん、それは分かりますね、はあ、意識っていうか、もう完全にその妊娠してて、うん、意識は完全に変わってるので、やっぱり、うん、分かりますね。それですね、それですね、はいはいはい、すごく分かりやすいですね、はあ、だから自然とそういう意味で自分も変われば、それが伝わって、自分も元気になれば伝わっていって、で自分自身をだん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 常識がほぐされていけば、それも伝わっていく。じゃあやっぱり子供なんかはある程度その待つっていう。そうですね。その状態で自分の居心地よく時期を、そうそう、時期を待つというね。はい、うん、信じて待つっていう感じですね。結局全てパーフェクトにいってて、子供自身にも自分自身の治癒力があって、成長する力があって、もうパーフェクトなものがすでにあるので、あとはそのなんだろう、芽が出るのを待つっていう、うん、やっぱりだから親としては見守るっていう、見守るです、信じて見守るというかね。まあ、物で言うとアレルギーとかでももちろんいいの で、まあ、で家でご飯炊くときとかにキャップ一杯入れてるわけでもいいしね、そういう使い方でもいいし、使い方もできる。あと原液を薄めてスプレーにして、スプレーをこう肌とか荒れたりしたらやってもらう。何考えてるか、アレルギーとかアトピーとかもエネルギー不足とか考えて、もちろん心の部分もあるけれども、体でできることって言ったら、少しこう自然なものというかね、自然な状態にしてあげて、エネルギーを充電するという感じにしてもらうといいのかなと思います。そうです、強い、はい、じゃあこれをちょっと試してみて、はいはい、楽しんでね、はい、こう何々しなきゃいけないっていうのはないので、少しこう楽しくこう、はい、実験するという、実践するという、それでその結果をね、どういう結果が出てもそれをまた、はい、ここに来てもらってシェアしてもらえば、またみんなのために使える情報になりますので、ぜひこういう使い方でよかったよとかね、こういうふうにしたらこうなったよとかね、お伝えしてもらって、はい、分かりました。じゃあ、はい、はい、ちょっといただいて帰ろうかと思いますでもまだ遊びたい、遊びたい、あとね、空気、はい、
とか水変えるのちょっと機械になっちゃうけれども、はい、この医療用でね、鼻から吸ったりお風呂の水をエネルギー充電したりとかいうのも扱ってますので、うん、まあよかったらって感じになる、はいはい、鼻から吸ったりね、鼻から吸ったりこれを鼻から吸う。そんな感じです。イメージとしてはそれを鼻から吸って。どうしたし、私はこう。子供だから。食べ物とかね。うん。まあ同じような使い方ができる。空気を使ってですね。空気壺体験なんていうのもあるんですか。空気壺体験はそれを使ってちょっとやってもらうんだけど、ちょっとだけどんな感じか、はいはい、こっち来てもらって、はいはい、前の見えます、はい、ちょっと見えます、はい、まあ、ここの空気、ここから空気が出てるんですね、はい、この部屋にいても体変わってくるんですけれども、はい、ちょっとここでね、ここら辺で前屈してもらってます、この方、そうそうそう、体の硬さはちょっとこんな感じ、はい、いいですよ、じゃあ後ろ、はい、見ると後ろ、今度後ろに沿ってください、あ、そうだよ、うん、こんな感じ、じゃあ無理しないで常になんか先週腰をちょっと痛みまして、でちょっと厳しいですね、うん、こんな感じ、あと体をこうひねってもらって、左右、どっちかひねりやすい、こっちの方じゃあ、ちょっと覚えてるんだって、はい、で、楽にして、はい、の鼻から吸ってもらってもいいんだけどここではこうちょっとツボにね、こうやって当ててあげて、それで腰とかね、ここら辺ツボがあるので、ツボにこう空気を、針は刺しますけどね、これ浸透していくので刺さなくても充電できますので、こうやって充電していく、やりながら少しずつ、はい、中からチェックしてもらって、さっきと比べて後ろ少しずつ無理しないでひねって、うん、足がぶっくりじゃあ、はい、なんか、はい、ツボにこう当ててあげて、はい、もう先生はツボが どこが何でって分かるんですか、うん、ある程度ね、あ、うん、だこれ全体的にエネルギー充電するので、はい、あんまりこれ、なんだろう、はい、これでなんか、はいはい、さっきと比べて変わりありますよ、うーん、あんまりでもなんかこの、うん、あのウエスト周りっていうんですかね、うんうん、一番最初にちょっとこう、うんうん、反った時に、うんうん、ここら辺が硬かったのが、うんうん、なんか柔らかく感じる感じ、はいはい、体がこう跳ねてる、ひねりだいぶ変わります、ひねりはね、ひねりはそう、こっち楽になります、はいはい、そうそう、こんな感じでね、やってもらって、あ、そうなんだ、そうそう、これ持ってもらって、はい、あのこっち向いてもらって、はい、あのご自身でなんか手とか、はい、顔とか髪とかこうやりながら、口に入れてそういうことがあったり、顔とかもね、こうやって触りながらやっても気持ちよく、本当に、うん、気持ちいいこと、自分のこう直感を信じて、これが気持ちいいって言ったらしい、まあ、温かいから、うん、どこやっても気持ちいいですね、はい、首が、うんうん、やっぱり腰を本当に先週あたり、はいはい、腰をもう結局腰をやったかったので背中全体の筋肉痛みたいな感じだったんですけど、今ちょっとその背中から手を沈めるよかったよかった、こんな感じで、ね、そうやってもらう、はいはいはい、また戻ってたんですか、
あとやっぱりこう体が例えば足をくじくとか、その何だろう、腰を痛めるとかいうのにしても、やっぱりなんかメッセージがあって、そのイベントがある前から体はその傾向があるんですよね。それがこう体に形となって出るっていうので、それもまあどんなメッセージなのかなって自分に聞いてみてもいいかもしれない。そうですね。やっぱり意味があるんですね。そうです。意味があるんですね。はい、どんなこともね。怪我とか、そういう足をくじいたとかね、あと道路を走ってたら転んだとかいうような小さいことでも、やっぱりこう自分に対するメッセージが何かしら受け取ってもらえるといいのかなと。もうエネルギー充電してるだけなので、自分自身でもできるはずなので、エネルギーを充電する生活習慣。そうですよね、ちょっとだから要するに自分でそれを意識して何かを始めようっていうまでやっぱりこう理解とか分かるように時間がかかっちゃうんですよ。だからそれを少しこうサポートするっていう感じです。そうなんですね、ありがとうございます。それを鼻から吸うバージョンでここにある空気、これですか。そうですね、テレモスの方で、扱ってる空気活性器ですね。そのほうも使ってもらってこれは個人で買って、そうです、家でやってもらう、家でいろんな場面でやってもらう。鼻から吸ってもらうと、あとお風呂ですね。鼻から吸ってもらうのと、あとお風呂っていうのをおすすめしています。エネルギー充電もいい感じ。それ以外に日常生活でさっきこの放送でお話したように、お掃除だとかね、洗濯だとかね、そういう場面に使ってもらうと、エネルギーという、見方というかね、常識からこう自然から学ぶっていう見方に少しずつこう転換していくきっかけになるかなと思ってご紹介しています。この一般の空気活性器の方はテネモスの方で一般にもねインターネットで買えるんですけど、医療用の方は診療所でしか扱ってないバージョンになってますので、医療用活性器ってのがそっちの方ですね。ゴールドの方ですね。見てくれが違う。中身も違うんですけど。違うの。はい。右側の方が一般の一般席で、こちらがこちら。そうですね。あ、そうなんですか。ここの診療所では鼻から吸うチューブもつけて少し値段、本来は43,100円かな、それを44,000円。ああ、そうなんですか。こんなのもあります。浄水器とか空気清浄機買うんであればおすすめかなと思います。水とかいい水取りたいなとかね、いい自然の空気なんかやりたいなっていう場合、ここのそのテネモスさんの他のここの診療所ではここにはないですけれども、ね、浄水器とか空気活性器ってフィルターがないんですよ。フィルターがないんです。一般のその空気活性器とか浄水器ってフィルターが必要なんですけれども、フィルターで星取ってるんじゃないんですよ。エネルギーを充電してると自然と消えていくんです。だから、あ、すごい、それが結局概念を。そうなんです、そうなんです。そうなんです、そうなんです。そうなんです。エネルギーを充電するんだと。物質としてこう除去するんじゃなくて、あれがいい、これが悪いっていうふうに、物で見るんじゃなくて、エネルギーが足りてない状態をじゃあ充電してあげるとどうなるかっていうことですね。そうすると実はフィルターとかなしで、そのいわゆる一般でいうゴミとか、その大腸菌とかね、そういった菌もエネルギーを充電さえすればなくなっていく。分離してるんじゃないんです。分離して分かれてるんじゃなくて、それがなくなって、その形を変えていくっていう。だから人間にしても悪人とか善人っていうのは本当はいなくて、いわゆる悪人とかこう自分の中でいい悪いものっていうのは
いわゆるエネルギー不足の状態なので、エネルギーを本来のエネルギーの状態、人間で言えばその人の本来のその人自身の自分が出てる状態というか、本来の自然な状態、ありのままのその人の状態に帰っていけば、自然とエネルギー充電されていって変わっていくっていう考えなんですね。本来いいもの悪いものっていうものではなくて、ここでいういろんな病気とかっていうのはエネルギー不足、汚れとかもエネルギー不足で、フィルターでこうしてこう分離する必要はなくって、エネルギーを充電してあげればそれが正常なサイクルに戻っていくよと。だから変なものができたって言って、あ、嫌だ嫌だってこう分離するんじゃなくって、それをフィルターでこし取るみたいな感じで分離するんじゃなくって、そこにエネルギーを入れてあげれば、そういったものっていうのが自然と自然な状態に戻っていくっていうことを、日常を通してできるっていうことをね、進めてます。いや、私もお話伺って、これやっぱりこう理解するのすごく、自分がこういう、勉強してたんですけど、1年ぐらい前の私だったら多分ここに出会えてないなっていうのがなんかすごく今分かりました。はい、だからエネルギー充電するって一番は自分の意識というか思いなのでね、自分の心の状態をこうエネルギー充電するモードに変えてあげればね、自然と元気がやっていきます、周りにも伝わります。そうです、はい、でまた実践結果、こんなのやってみたよっていうのをお伝えいただければ。お茶飲みがてら、なんか治療を受けに来るとかじゃなくてね、お茶飲みがてら来てもらって、この空気の体験を自分でこう、少し当たってみながら、お茶でも飲んで、過ごしてもらうといいのかな。あと、ちょっと、すみません。欲しくなりますよね、これ。これが欲しくて、一つ実験あります。実験ですか。卵がたまたまぶつかった。実験する人。卵がたまたまぶつかった。卵がたまたまぶつかった。何やで。実験だって理科の実験するのか。いいよ、なんか理科があると思って。ごめんね。卵がたまたまぶつかった。卵がたまたまぶつかった。なんかそのまで。気候とかやったことあります？全くないですね。全くないです。気候っていうのはどんなの？気ってこう、はーっていう、はーっていう、はーってやつ。それはちょっとドラゴンボールの見過ぎだな。まあ似てるけど。気っていうのはなんかこう紙とかをよくこうやって、はいはい、ふってやって動かすみたいな、やったり、マジック的な、マジック的なね。じゃあ少し今くらいだとちょっと感動していただけるんじゃないかと思って、やってみますわ。みんな見たら、いやいや、あと今じゃなくて大丈夫です。みんなで、これテメモスの糖蜜って言って、砂糖とか分離したやつなんですけど、これを、お茶みたいにして飲むんですね。甘いんですけど、自然の糖蜜で、発酵力がすごいみたいで、アリさんが逃げていくんですよ、虫が。普通の砂糖ってこう 虫とかこう、いろいろやってくるじゃないですか。そうじゃなくて、この糖蜜巻くと、こう逃げていくんです。発酵しちゃうからですね。だから飯島さんよく言うんだけど、自然の方っていうのは虫が寄らないんですよね。本当の自然の方っていうのは虫が食わないんですよ。虫食いの自然の方っていうのは自然なんだけれども、自然じゃないというかね、自然になりきらないっていう。でここで豚肉を
で少しこう開けますね。で、で茶色。何色？茶色。茶色？茶色って。もっとこう。お茶。でね、ちょっとこれ味見てもらっていいですか？あ、はい。うん、私といいですか？うん、みんなで味見て。どう？なんだろう。うんと。そう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 、あんみつとかだね。ぼくちゃん、やだよ。少しずつ水に黒蜜入れたみたいな。そう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 、薄いなんか、それをね、ちょっといいか、こっちに来てもらって、ちょっと薄すぎるかもしれないけど、こっちに来てもらって、うん、それでこう持ってもらって、はい、ちょっとなんか気持ち悪い、見てね、で空気をちょっと当てるの、このままでもいい、なんか気持ち悪い、甘い甘くなって変わってきますね。え、嘘が発酵が進むっていうふうに考えるの、この自然な状態にこう変わっていく、最初食べなんだ時、なんか弱かった面白い、なんかどんどんなんかこう、まあ、甘みが強くなってくるっていう、甘みが強くなって、発酵っていうか、発酵なんかエネルギーの充電、そうそう、エネルギーの充電なんですけどね、いつが発酵するって、ちょっとよく、ここではね、発酵っていうのはエネルギーが入ることに発酵、すごい、とにかくなんか甘みが、うん、さっきあのすごい薄い味だったのが、うん、濃く、少し濃い、濃く感じ、確かに濃く感じ、じゃあちょっと味比べてみて、あ、はい、こっち飲んで、うん、子供さんは口の中が、うん、そうかそうか、もう結構もう味が広がっちゃってるからどっちがどっちだか、あ、こっちがそこに置いてあってる、そう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 、そう、一時見ました、確かになんか後味がこっちの方がいい、ちょっともうなくなっちゃった普通に美味しかった、普通に美味しかった、うん、こっちが、あ、じゃあこれちょっともう一回入れてみます、うん、え、あ、そっちは、あ、これ かけて、え、充電した方と、充電した方が美味しかった、口の中がなんかよく分からなかった、はい、どうも、いいです、美味しく感じるの、美味しい、あ、美味しく感じるらしいですね、え、でも飲んでいい、まあ、いいですよ。超美味しい。じゃあ、こっちさっきのちょっと飲んで。つまり、味噌とか醤油とかっていうのも発酵されてるから、美味しくなるっていう。エネルギーが入ってきてる。って意味ですか。微生物の動きで。美味しいみたいですね。微生物の動きで。なるほど。私、飲むのかな。しかも美味しいとかじゃないので、あ、まあ、はい、やらせゼロでございますから。最初にちょっと多く飲んだからかもしれないんですけど、口の中でなんかもうその甘みでちょっとどっちがどっちか分からなくなったんですけど。でも子供は、あ、ウォッチって言ってたな、ウォッチって言ってたな、ウォッチって言ってたな、自然な状態に近づくっていう、ウォッチって言ってた、もともと自然なものでよりエネルギーを充電する、ウォッチクマ、ウォッチクマ、なるほど、まあそうね、別にこれがどうとかともないんですけど、あの普通だとこう空気をね、物を物腰に当ててるわけなんで、
まあやっぱり飲みやすかったですよね、うん、そのごくごく飲めたってことは、うん、まあはい、なんか変わったのかな、そうかもしれない。そんなことをこう日常的に、はい、これがどうなったってわけじゃないんですけど、いろいろやっていくとだんだんとこう常識っていうのが、うん、自分が常識って実は自分が作り出してたもの、うん、本当にあるものじゃなくって誰かからこうもらった記憶だったりね、本当は常識なんてないんだなっていうことが分かってる、うん、そんなこう道具としていろいろ使ってもらうと、ね、面白いかな、面白い、面白い、なんか自分がこう変わっていくのも楽しいですね。そうですね、うん、あの時あんなこと思ってたのになっていうのから解放されるっていうか、うん、思い出すっていうかですね、なんかあのきっかけを、はい、なんかでも私の中では作っていただいたので、うん、まああの番組で、まあ、最初やってたので、はいはい、したいなとは思ってたんです、うんうん、だけどやっぱりちょっと少し距離があると、はいはい、行きたいなと思ってもちょっと都合なかなかつかないと、はい、ちょっと無理かなとか、うんうん、あのお電話した時もちょっと予約が割と、はいはい、いっぱいでってことなんで何も反応しない、こうやって、はい、なんかこうここに来るきっかけっていうか、うん、を作ってくれたのが逆に子供だったっていう、あよかったよかった、話ですよね、うん、多分、うん、楽しいのせよべ、はい、はい、ではまた、はい、行かせていただきます、はい、どうもありがとうございました。また遊びたいよ、カメラ、どうぞどうぞ、遊んでていいよ、ティニーさん一応ここに、はい、はい、終わりました、ね、ありがとうございます、はい、はい、だいたいもう質問、どうもありがとうございます、はい、あ、撮らさせていただきました、はい、ありがとうございます、助かります、本当にあの短めに短めに編集して、まあ、また切って変な、はい、変なとこ、こういう変なところを切って、いいそのままそのままありがとうございます、でも多分音声がほとんどよくよくよくの音声で、あ、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ものなんですけれども、はい、これが、はい、1520円ですね、これでどのくらい持つ、これで普通に使えば多分1週間2週間くらい、いろんな日常のいろんなところでどの程度使うかによります、はい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 、やっぱりタップ一杯を目安に飲んだり、そうですね、お風呂に入れたりしてたらやっぱり1週間ぐらい、そうですね、いろんなこう家にあるものとかに試してもらったりね、はい、1512円ですか1512円です、あ、そうなんですか、1512円ですね、はいはい、一般のインターネットとかでも買えますね、あ、そうですか、はい、で、あともサピカッチもいいですか、はい、ぜひぜひお求めください、はいはい、あとね、あのおすすめというか、はい、来ていただいた方で、はい、っていうのは飯島さんの話とか聞いたことがなんか、スペシャルテレビのやつ、うん、動画で一応ここにいらした方で、はい、治療テキストという形で、はい、今まで初めての方にはこの飯島先生の本ですね、はい、こちらの本を治療のテキストとして、はい、買い求めていただいたんですね、なので、はい、これを、はい、ぜひよかったら読んでもらって、それで何度も読むのがおすすめなんですね、1回読んで終わるというよりはこれすごく短く章立てになってて、それでここに人間の体についてもいろいろ書いてるんですね、病気についてっていうのも書いてるんですね、癌とは酸欠の状態を言うとかね、あと、うん、植物が教えてくれた非常識とかね、フリーエネルギーとか、ね、そういうのが短めにこう書いてありますので、ね、おすすめとしては、ざーっと読んでもいいんだけど、パッと開いてその日こう
開いた章を一通り読んでもらう、2、3ページの、で読めば読むほどこう味わい深いものなので、読めば読む分治療、自分自身の治療にも、治療というか本来の自分にね、こう戻っていくサポートになりますので、ぜひこちらの方も合わせてね、やっていただけると嬉しいです。じゃあ、これと、じゃあ今日はこちらの方と、と、渡します。ありがとうございます。いちごに上がった。そうですね。お父さん、お太陽。すごい。邪魔します。こんにちは。夫と父です。すみません、この辺なんか広げちゃった。大丈夫大丈夫、もう大丈夫。邪魔します。あ、ちょっとメダルだけ避けてもらって。混ぜないで。ということでね、終わったようです。はい。私、妖怪ウォッチ、まあ、いいんだか悪いんだか分かんないけど、持ってっちゃっててですね、子供たちが遊び出しちゃったんで、ちょっとうるさかったと思うんですけどね、すいません。はい。あ、ケマモト村にとかね、ケマモトとか長崎に遊びに行ってくださいね。あ、はいはい、分かりました。なぎさきか。うん、はいはい。ケマモト村行きます。はい。ということでね、分かる人には分かるって書いてますけどね。まあすごくいい場所ですから、まあご興味ある方はね、ちょっと行かれるといいかなと思います。はいね、さっき最後にいちごさん出てましたけど、偶然に同じ日だったんですよ。その後いちごさんだったっていうね。で、家族でいちごさん来られてて、家族で来たかと思ってね、すごいなと思ったんですけどね。まあそういう感じでございますね。うちはさ、まだ家族までさ、こう行ってなくてね、このね、スピーチャーなものとかって、こう、私たちが分かってね、どんどん使いこなしていてもね、その家族の人が理解ないとなかなかね、こう入ってこないとかあるんですよね。でも、まあ、その点、こういう空気活性器みたいなものでね、こう、体が元気になったりとかね、病気が良くなったりとかね、するとね、あ、なんかあるのかなって感じで、こう理解度も早くなるとこもありますからね。いいですよね。まあ、ちょっとね、なかなかいろいろ心だよとかって親に言ってもわかんないっていうかね、ダメですね。こればっかりはね、人によっていろいろあってね、ね、まあマスターゲイさんの冗談でね、うちの母親はっていう話があるんだけど、分かってくれないんだと。そういう話ありますけどね。で、まあうちも分かってるような分かってないような感じであんまりやんないですね。押し付けてもしょうがないですね。そういうとこもあるんでね。いや、でも家族全体がね、こういうもの分かるようになるとね、すごくエネルギー上がっちゃうしね、すごいいいですよね。まあこういう活性器使う使わない別としてね、やっぱり意識やっぱ上がってるとね、いいです。家族全体で意識上がってると楽ですよね、本当にね。はい。まあ、ということでね、今日はね、臨時で再診療所のですね、訪問期2ですね、1回やってるんです、これ実は。これ2なんですよね。前にもやってるので、よかったらそちらも見ていただけるといいかなと思います。はい。また、3あるかもしれないし、ないかもしれないんですけど、また、
期待していただければと思います。また宣伝でどっかね、取材行きますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。今日は瞑想しようかな。